皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。限定で、ね、販売されて大好評いただいておりましためっちゃ美味しいスイートポテト風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。秋といえばね、食欲の秋、すごく美味しいものがね増えてくる季節かと思います。その中でも代表格の一つといえるさつまいもですよね。こちらのね限定フレーバーがね完成しましたんで、こちらのレビューをやっていきたいと思います。めっちゃ美味しいスイートポテト風味っていう名前だけあって、かなりね味に期待ができるフレーバーなんじゃないでしょうか。それでは飲んでいきましょう。1キロサイズのねプロテインをご購入いただきますと、赤い袋に入ったスプーンが一緒に付属してまいります。こちらのねスプーンでねすり切っていただくことで約30g がね計量されるようになっております。この 30g のパウダーを水に溶かして飲んでいただくことで、タンパク質がね 20g 取れる設計になっておりますので、ぜひこちらご活用ください。普段でビーレジェンドをご購入いただいてくださるお客様は、スプーンがね家の方にたくさんあるっていう方がおられるかと思います。まあ、そういった方はね公式ホームページの方ではスプーンあり、スプーンなしというね表記があります。スプーンがねいらないよっていう方はスプーンなしの方をご購入していただくと、1キロパッケージのプロテインだけが届く形になります。スプーンが欲しいっていう方はスプーンありっていう方のね商品選んでいただいて、お買い物カゴに入れて決済に進んでいただくと、こちらのね1キロパッケージとスプーンがね一緒に付属してきます。選択項目チェックしていただくことでスプーンいるかいらないか選べますんでね、ぜひそちら選んでね購入してみてください。パッケージのね裏面の方には 150ml から 300ml の水で溶かして飲んでくださいって書いてます。味をね濃く飲みたい方はね水の量を減らして、味がね薄くしたいなっていう方はね水の量を増やしてあげると味のね濃さ調整できますんで、ご自身のね好みに合う味のね濃さに調整してあげてください。まあ、自分はねだいたいいつも 200ml で飲むのがね好きなので 200ml の水を入れてきてます。それではね早速飲んでいきましょう。すごい芋の匂いがします。パウダーはこんな感じですね。もう普段のパウダーの色とあまり変わらないようなお色となっております。あの芋をねこう半分に割った時のあの香り、お芋のねいい香りですよね。もう非常にね美味しそうですね。でこちらのスプーンですり切って一杯入れていきたいと思います。パウダーがねサラサラで非常に美味しそうですね。匂いもいいですしね。よいしょ。でシェーカーの蓋をね反対に回してあげます。でカチッと言いますんで、カチッと言ってからしっかり閉めます。綺麗に溶けてますね。泡立ちもねダマももうほとんどありません。おパウダーの時でもねさつまいも感のね香りが非常に強かったんですけど、うん、水に溶くとより際立ちますよね。本当にあのスイートポテトの香りですね。非常に美味しそうです。それではね早速飲んでいきたいと思います。いただきます。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しいですね。本当に名前の通りスイートポテトです。飲むスイートポテトと言ってもね過言じゃないんじゃないでしょうかね。非常に美味しいですね。水でこんだけこう濃厚な感じを再現できているっていうことは、溶かすものを変えるだけでねより濃厚にね美味しく飲むことがねできるフレーバーなんじゃないかと思います。めちゃくちゃお芋ですね。本当にあのまんま飲むスイートポテトみたいな形で楽しんでいただけると思います。お芋好きの方に非常に気に入っていただけるね商品に出来上がっていると自信を持っておすすめいたします。ぜひお試しください。それではねめっちゃ美味しいスイートポテト風味のね味をね星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しまして星4となります。本当にねさつまいもをねスイートポテトにした甘み見事に、ね、再現できてたと思います。酸味に関しまして0となります。すっきりに関しましても星0となります。クリーミーに関しまして星5となります。濃厚なスイートポテトの旨味見事にね再現できてたんじゃないかと思います。甘みが4、酸味が0、すっきりが0、クリーミーが星5となります。ぜひね商品選ぶ際の参考にしていただければと思います。それでは栄養成分表示ですね。1食あたりエネルギーが 114.3kcal、 タンパク質が 20g、 脂質が 2.1g、 炭水化物が 4.1g、 食塩相当量 0.2g、
グラム、ビタミン C46.4mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。今回に関しましても早期完売がね予想される大人気フレーバーかと思います。プロテインでさつまいもの美味しさっていうのをね楽しんでみてはいかがでしょうか。商品詳細につきましては動画概要欄の方に商品ページで飛ぶ URL 貼り付けておきます。そちらからね飛んでチェックしてみてください。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。